あの町この村、思いはつながる、過去今未来。和歌山県北山村、和歌山県唯一の村、そして日本で唯一の飛び地の村として有名な北山村。豊かな自然に包まれた北山村は、大自然やこの地にしかない資源を生かした村づくりを展開する小さいけど元気いっぱいの村です。北山村にやってまいりました。北山村といえば蛇腹ですよね。この番組でも蛇腹を専門に取り組む会社を何度か紹介してきました。あの会社今どうなっちゃうのやろ、楽しみじゃ。北山村の主要産業の一つとして観光いかだ語りと並んで有名なのが、北山村独特の柑橘蛇腹。役場の中にあった蛇腹事業の機能を民営化し、令和元年蛇腹伊豆北山として出発しました。2021年の放送では社長をはじめスタッフの方々に出演いただき、新しい会社への思いを語ってもらいました。また昨年には新しい加工場も完成。こちらも今年2月の放送で紹介しました。この蛇腹伊豆北山を今回再び訪ねました。こんにちは。こんにちは。いや、ご無沙汰です。あ、お久しぶりです。いや、今日よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。もう前回は寒かったんでね。そうですね。こちらは前回もお話を伺った蛇腹伊豆北山の東さんです。この番組でも何度か蛇腹伊豆北山さん取り上げさせてもらっておりますが、はい、改めましてどういった会社なんかっていうのを教えてもらえますか。はい、蛇腹伊豆北山はですね、その名が示す通り、北山村の特産品であります蛇腹、この蛇腹の事業とふるさと納税の事業、この2つの事業を行っております北山村が株主の会社です。令和2年から株式会社蛇腹伊豆北山として運営をされております。コロナ禍では通販事業に軸足を置き軌道に乗せた蛇腹伊豆北山、ふるさと納税の事業にも力を入れてきました。このあたりの勝ち取りは民営化によるスピード感が生かされた形となっています。ふるさと納税も随分と好調だとお伺いしましたけど、はい、ふるさと納税の方はですね、民営化によりまして広がりができまして、現在は、北山村を除きまして県内で8つの市町、それと県外は4つの町村のふるさと納税事業のお手伝いをしております。随分と活発に積極的に参入していってるんですの。そうですね、はい、優秀なスタッフも確保しながら業績も順調に伸びておりますので、今では蛇腹事業よりもウエイト的にはふるさと納税事業の方が規模が大きくなっております。新しくオープンした加工施設には本社機能も集約、スタッフも増員し販路の拡大を目指しています。ここはですね、はい、営業グループになりますので、通販のページを作ったりとか、あと卸先さんのお店さんとかと話して、商品の注文もらったりとか、してます。今どういうことをされてるんですか。今はですね、ちょうど蛇腹っていうのはその、海外向けても、輸出をちょっと力入れようっていう形でやってまして、海外のお客様から問い合わせがあったりするので、ちょっとその対応を今やってたりとか、で今問い合わせがあるのはアフリカの方から問い合わせがあったりとか。びっくりやいて、この北山村から、日本唯一の飛び地から、世界に向けて、そして去年4月に立ち上がった商品開発の部門では、定番商品の品質改良や新たな商品開発など、常に市場のニーズをつかみながら改良を重ねています。こういった今ある商品のジャム、こういうのもどんどんと改良していくっていうのもね、
これびっくりしましたわ。そうですね、やっぱりより美味しいものをやっぱりお客様に届けたいっていうところもありますので、まあ、今のある商品に満足せずこう常に研究して美味しくしていきたいなと思ってます。この6月にちょっと販売予定の蛇腹が香る中華ドレッシング、ほう、これはもう本当に何にでも合うようにちょっと作ったんですけれども、うん、まあ、餃子にかけていただいたり唐揚げ、あとは冷やし中華ですね。で、まあ、サラダとかにも全然使っていただけるもう万能な中華ドレッシングになっております。へえ、いや中華風っていうのはね、これまた意外なところですね。新商品の蛇腹香る中華ドレッシング、おばちゃん味見させていただきました。はあ、これ面白いですね。ええー、いや蛇腹の味もしっかりとしてますしね。でこのごま油かな、すんごい舌触りいいですね。苦味とこの酸っぱさで、この中華ドレッシングのさっぱりさ、これうまくバランス取れてますね。ありがとうございます、ね。やっぱり目標としましてはもう各家庭に1本蛇腹っていうようなところを目指して、もう蛇腹の商品美味しいから毎日使いたいなとか、もうこの蛇腹の商品切れてしまうともううちはダメなんだみたいな声がいただけるような商品開発をちょっと目指して頑張りたいなと思います。北山村の主要産業蛇腹への取り組みは蛇腹イズ北山だけではありません。この方もこんにちは。あら、いや、こんにちは。いかだしの山本さんやないですか今。はい、山本です。あれ、ここ蛇腹です。これね、蛇腹の苗木ですわ。うん、はい、いや、苗木ですわって、いかだしさんやのに、なんでまた。あのね、うちはね、まあ、いかだをしながら、うん、この蛇腹の栽培もやってるんです。へえ、ほら、ここの蛇腹今、はい、そうですね、ここずっとここら辺でね、約1ヘクタールほどあります。そうですか。苗木で言うたら800本ぐらい今植えてます。800本もありますの。はい、はい、こちらは北山村のもう一つの主要産業、観光いかだ下りの時にご出演いただいた山本雅之さん。実はこの方も蛇腹に関わる方なんです。なんでまたこの蛇腹を栽培することになったんですか。そうですね、まあ、いかだ市なんですけどね、僕たちね、まあ、夏のシーズンはね、このいかだをやられるんですけどね、まあ、冬のシーズンの仕事作りとしてね、この蛇腹を栽培してます。ここの規模っていうのもすごい規模ですね。そうですね、村全体の生産量は約100トン、そのうちね、僕たちが、生産しているのが約60トンぐらい、生産してます。うん、でその収穫した蛇腹はどちらへ行ってるんですか。ジャバライズっていう会社がね、製造している会社が、村の会社がありますが、そこの方へね、納めさせてもらってます。まさにこの北山村でこしらえて、はい、で北山村で加工してるというね。はい、もちろんそうです。もうすべて北山村で、そうですね、なってるんですね。はい、北山村の観光と産業をね、両立できるんでね、非常に嬉しく思ってます。これまで番組で何度も取り上げてきた北山村の蛇腹、改めてそれを守り魅力をさらに磨いていく、地域の皆さんの蛇腹に対する思いが伝わってきました。未来に残していきたい北山村の大切な宝物です。北山村についてのお問い合わせは北山村役場総務課まで。